高平奪ったか、ホービーパラス奪ったかに見えましたが、ファールとファールとなりました。パラスは個人ファールが2つ目、トップの位置中に入ってきて、厳しいディフェンスで奪ったのはアルティーリ千葉、運んでいく木田、どう展開するか、自分でいくか、ちょっと体勢を崩して、エノキラとボールの取り合いになっていますが、コッツァーがカバーに入ります。パラスのスリーポイントが決まります。そして今行われているこの長崎とアルティーリ千葉の一戦、30対24、アルティーリ千葉が6点をリードしている展開です。通りませんでした。パラス、アシュリーへ、またパラスで戻します。ゴール下にはキラ、このコーナーの位置からキラ中に入ってきて、自分で決めていきました。